オ。いやーこれは久しぶりだね。はい、ツイキャスの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。レッツ深呼吸です。いや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 。いやいや。日が高い、まだ。リッキーチカのレッツ深呼吸、はい、皆さんこんばんちは。こんばんちは。こんにちはだな、これな。まぶしい。いやー久しぶりの、B サイドから。はい。もうあれよ、去年やってないからね。そうだよね、考えてみたら。うん。そっかそっか、やっとだね。でもなんかね、懐かしいね、うん、はい、いいですね。あー、やっぱりね、これまあ、ツイキャスの皆さんはね、うん、本当にこの、映像を見てなんじゃーみたいな感じで初めての方はねびっくりしてるかもしれないんですけど、いい、ね、空が綺麗だね、うん、これは初めての方はね、うん、あれなんで説明しておきますけど、はい、FM ギノワンのビル、まあ、2階がいつもの、ね、スタジオなんですけど、うんうん、そこの屋上4階に、ビアガーデン B サイドっていうのがありまして、はい、そこから、2年前までね、うん、去年一昨年は、ここからよくね発信してましたね。そうですね、はい、夏休みっていうか夏の間ね、うんうん、まあ、B サイドが営業してる期間はほとんどやってましたけど、うん、去年は、台風とか ね、はい、非常に天候が悪くて悪い日に当たっちゃって、うんうん、結局は一度もね、B サイドから放送されずって形になったんですけど、はい、いや久しぶりにやるといいね。うん、気持ちいい ね、風もあるんでね今日は。いやでも本当にまだ日が強い、うん、本当にちょっと暑いちょっと暑いいやいやいや、でもこれね、ツイキャスの皆さんはこのライブ感っていうかね非常に楽しめると思うんですよね、うん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 、このヤシの木が揺れてて風が強い感じも分かるしね、うん、でたまに飛行機がね飛んだり、うんうんうん、オスプレイが上空飛んだり、ね、このライブならではのね、便乗感っていうのがあるんで、まあツイキャスでねぜひ楽しんでいただければなと思います。ちなみにまだツイキャスね知らない方はスマホのアプリで、はい、ツイキャスでダウンロードしていただいて、うんうん、でそこから見れますので、はい、FM ギノワンでもう生ですから ね、これは79.7 メガヘルツの電波が飛んでなくても、全国的に、うんうん、見れる聞けるっていう、うん、すごい現代的なっていうかね、はい、画期的な便利ですね、今は本当に放送になってますね、はい、一生懸命キャン君がカメラちょっとね、忙しいですけどセッティングしてますけど、はい、僕の顔はちょっと半分しかつね、うん、ちょっと、あ、いいね、そうそうそう、いい感じだね、こんな感じで、はい、ということで、ち
ちが本当に滑り込みセーフだったのかな。はい、すみません、ギリギリ間に合いました。めっちゃ混んでるもん。もういつものことじゃん、だって。だって仕事終わって駆けつけるんで、ちょっとね、いつもギリギリになってしまうんですけど。ああ、はい、その仕事いつまで？え、来月まで。来月。伸びたの？いや、来月の10日までです。ああ、じゃあもうあと2週間ない。そうです、はい。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、誕生日もおめでとうございます。遅いよ、先週会ってるのに。え、いやいや、先週番組来てないじゃん、お前。あ、そっか、先々週会ってるよ。先々週だろ。先々週、あ、そっか、誕生日を、あ、そっか。はい、ありがとうございます。てめえ、すいません。てめえ、若いのにボケてんじゃねえよ。危ない、来てないや、そうだった。はい。そうだよ、先週もね、非常にもう大事な番組だったんだけど、うん、まあね、ちいかいなくて。え、また来てくれるんですよね。でもちいかいなくてちょうどよかったよ。なんかね、いい感じね。3人3人並んでね。なかなか会話に入り込めなさそうな感じの。いや、自分はもう隣に座って見てるだけで全然よかったんですけどね。うん、まあそんな感じのね、スペシャルな先週のね番組でしたけど、はい、まあ、かなりの方がね聞いてたみたいで、うんうんうん、まあ、反響もねだいぶあったんですけど、うん、良かったと思いますね、はい、急遽でしたけど、うん、今日はですね、うん、なんと、うん、なんとゲストもいないんですけど、なんか今スペシャルゲストがいるのかなと思って、ね、なんとスペシャルな、はい、ノープランです、今日は。やっぱりそう来るだろうなと思って。全くのノープランですけど、はい、でもこのね、B サイドのこのシチュエーションで、うんうん、ちょっとテンション上がりましたね。うん、いいですね、やっぱりね、この景色と。もう最高なんですよね、この、うん、こっからの夜景っていうのが、うんうんうん、北谷町をね、見下ろして、非常に夜景も綺麗で、うん、花火もたまにね、うん、見れたりするんですけど、もうこの時期は、今日も本当クソ暑かったから、うん、もうビールはうまいしね。ねえ、絶対うまいね、今日とか。もう B サイドのこのなんていうの、殺人プラン、うん、3時間半飲み放題で3000円くらいでさ、料理もガンガン出るし。ねえ、このロケーションで最高ですよ、本当に。うん、やばいよ、もう週末はね、本当に予約なしではなかなかね入れないような状況になってますんで。うんうん、いろんな宴会プランとかね、うん、バースデーとか、まあ、いろいろ、企画してね、はい、まあ、どのぐらいか、100名以上、150名ぐらい入るのかな。お、あ、あんなに入る？うん、100名以上は入りますので、うん、で、ビアガーデンっていうとね、皆さん、あ、今日雨降ってるからとか、天気悪いからとかって思いがちだけど、うん、半分は屋根付きですからね。うんうんうん、で僕らはちょうどこの、ね、マイク持ってるこのスタジオ、特設スタジオっていうか作ったところは、うん、ちょうど上が屋根になってて、はい、ね、急なスコールでも、ね、うん、そんなに濡れないっていうかね。ね、ツイキャスも沖縄 T シャツ、うん、パッパーや風が強そうですね、暑くないですかって。風はね、あってちょうどいいぐらいです。気持ちいいぐらい。日差しが強いからね。ねえ、地域は寒がりだから、うん、スタジオのクーラーありがちだからね。あ、もうちょうどいい、ちょうどいい。うん、クーラーダメなんで、自分。あ、まあ、俺も、本当はクーラーがいいんだけど、でも、夜の、外のね、この快適さっていうのも好きなんで。うん、まあ、日差しはちょっと強いけど、うん、いい感じですね、この風。涼しいです。ですね。はい。久しぶりに、B サイドからね、お届けしてますんで、これでビールがあれば最高ですねってありますけど、うん、で実際僕らがこの B サイドで、うん、番組を初めてねスタートしたんですけど、うんうん、手を上げるとジョッキーが出てきましたからね。ね、そうなんですよ。いやいや、今日はね、まあ、何か訴えてるな、何か訴えてるの。いやいやいや、今日はちょっともう代行で帰るのもあれだし、あ、はい、今日はね、本当は飲みたいんですけどね、うん、このステーション。まあ、帰ってゆっくり飲もうかな、今日も。 ね、沖縄 T シャツ、これパパイエイでいいのかな、ね、さんもね、ここ B サイド来たことあるかな、一度ね、うん、来てみて、このロケーションとこのその中で飲むビール、マジ最高なんで、うん、ね、もう本当はね、もう僕らのこのバックの風景もね、うんうん、相当見せたいんだけど、
ちょうど今普天間基地からね、うん、ヘリが飛び立ちました、うん、オスプレイではないですけど、はいはい、まあ、こういうあのライブのね、うんうん、ステーションの中で、今日1時間ねお届けしたいと思います、はい、FM ギノワンレッツ深呼吸。この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、地域に愛され10年、空調と水回りのことなら沖宮設備、癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールドの提供でお送りいたします。カミカミです。神神よろしく。確かに。はい、ツイキャスの皆さん、よろしくお願いします。あのマイク持ってね。これないとダメなのか。そっかそっか。危ない。そうだよね。いつものノリだった、ね。いや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 、でもね、ツイキャスの皆さん、どっから、見てらっしゃるかな。ね。もうこれね、本当に。この感じはなかなかね、うん、あの音声だけでは伝わらないところがあるんで、まだ本当に日が高くて、もうね、まだまだ全然日差しが強くて、この時期が一番あれなのかな、あの僕らの番組としても、うん、放送終了までまだ明るいよね。そうですね、この時期はね、まだ、うん、いやいやいや、写真撮ったかな。気持ちいい。風が気持ちいいですね、本当に。はい、チーカ撮ります。はい、チーズ。はい、サンキュー。いいですね、沖縄プライドのステッカーが。まだあるよ、車にもじゃんじゃん貼るし、まだあの沖縄プライドはあの継続中だから。そっか、じゃあハードな結構。あ、沖縄 T シャツ、パパイエイさんは愛知で聞いてるんですね。あ、そうなんだ。おー、81号はたまに、81号ってどこ、ゴッパチの間違いじゃないんだ。81号ってどこ。実家がうるま市。あ、うるま市。僕もともとは沖縄なんだね。うるま市出身です。すごい。天岸小学校、あげな中学、前原高校です。18まではうるま市でもう生まれ育って、あの辺で遊んでましたね。沖縄 T シャツ、向こうね、愛知県で何かやってるのかな、じゃあ沖縄に関するこの何かを。名古屋多いよね、まあ、うちの甥っ子もトヨタでね、トヨタの本社で正社員として働いてますけどね。チーカーの元彼もね、名古屋。そんなの良くない。ああ、その話題良くない。あ、なんでいいんじゃない、まあ、この番組は。いいか、まあいいんだけどね。なんでテンション下がったな。あ、いたな、そういうやつも。あ、いたね。まあまあまあ、そうだね、自分も2年半ぐらいいたんでね、うん、名古屋。こういうあのオープンスペースになると、うん、なんか自由になるよね。いつも自由じゃん。いやいや、スタジオにいる時のなんかあのよ、うん、テンションとやっぱ違う。まあね、それはあるかも、確かに。あ、なに、イハチュー、イハチューなんだって。沖縄 T シャツ、パパイエイさん。あ、女性なんだね、専業主婦しながらデザイナーしてます。おー、すごい、かっこいいね。かっこいいね、うん、いいですね。じゃあ沖縄 T シャツ作ってんだね、デザイナーで。あー、そうなのかな、向こうで、うん、パパイエーイってこうロゴが入ってんじゃない。普通だね。普通じゃないじゃん。いや、すごいね、でも、うん、いいですね。まあ、今ね、働き方改革っていうことで、うん、在宅の仕事とかさ、うんうん、結構いっぱいあるらしいんだよ今。それが今東京の会社でも流行ってて。在宅か、いいね、うん、
東京の会社なんで本社は東京にあるんだけど、うんうん、従業員の8割が東京以外で仕事してるとかね、うんうん、そういうもう時代なんだよ、パソコンで仕事するからさ、うんうん、まあ、人手不足でもあるしね、うん、そうそう、まあ地方の方がね、うん、やっぱり家賃も安いし、うんうん、こんな東京に集中して満員電車でさ、うん、通勤することもないじゃん、うんうんうん、それはいいよね、おう、はい、どうもレッツ深呼吸をお届けしてます、はい、ツイキャスの皆さんは、画面をね見てお分かりのように、ビアガーデン B サイドからお届けしてます、ね、あ CM も流れてますね、ね、おお、なるほど、いいね、あ、前の番組も、ああそうなんだね、いいね、ツイキャスの方はちょっとね、画像を見ても分かるように、うん、地下の眉間のシワかなり日差しが眩しいですすいません、怒ってるわけじゃないです、いや逆光だから、うん、あんまりこの表情分かんないよね、見えないかな、シワだけなんか見えるんじゃない、怒ってる風になってないかなと思っていいよ、気にすんなよ一応ね、なんか見てる方に迷惑かけたら、あ、そうそうそうあね、まあ、レッツ深呼吸は、まあ、また、普天間基地から2機のヘリコプターが今飛んでて音が聞こえてると思う、ね、聞こえるかな大丈夫かな、もうこっち近づいてくるけど、ね、すごいな、音入ってるのかな、これ入ってるか、あ、入るね、これね、相当来てるね、うわ今上空を通ります、めっちゃ、やべえやべえ、近いね、うん、真上を通ってきましたね、2機が、はい、そんな感じで、どんな感じや、もう、まあ、こんな感じでお送りします、まあ、4月最後のね、はい、放送ということで、うん、早いね、もう8月だよ、うん、まあ、まあ、今日はもう全くのノープランなんで、うん、話したいこと話すんですけど、はい、全然全然、まあ、実は今南九州でインターハイっていうのを開催されてるの知ってる？うん、うん、わかります、だから僕、まあ、僕も元ねインターハイ選手なんだけど、うん、僕らの頃はあ、そっか、四国インターハイっていうのがあって、うん、広域的にやるのもあったな、通常は、一つの県でね、はい、インターハイやるわけ、うんうん、でメイン会場の陸上競技場で、うん、まあ、開会式みたいのをやったり、うん、でその地域で、ね、いろんなスポーツが開催されるんだけど、うんうん、高校2年の時は四国インターハイってことで、うん、僕らハンドボールは、愛媛県の、宇和島っていうところで、うん、なんか、なんかな、真珠の養殖とかさ、真珠、うん、真珠、黒真珠の養、はいはいはい、真珠の養殖とか、うん、闘牛で有名だった、んだよね、うんうん、宇和島っていう、もう本当に田舎のとこだけど、うんうんうん、そこで夏の、ね、インターハイ開催だったけど、うん、近くに大きい山があって、うん、そこから冷たいひんやりしたこう風がね降りてきてて、うん、とても過ごしやすかったなっていう印象があるんだけど、その時は愛媛インターハイじゃなくてね、うん、四国のインターハイ、うんうん、愛媛県だけじゃなくて、いろんな近隣のね、うん、県にまたがってのインターハイ で高校3年の時は東京インターハイってことで、うん、もう本当に東京で、うんうん、ね、インターハイやったんだけど、うん、ハンドボールはもう東京の超外れで、うん、八王子っていうところの中央大学っていう大学があるんだけど、はいはいはい、山を一つバサッとこうザスッと切ったような感じのところに、うん、もうどでかいこのマンモスキャンパスがあって、うんうん、そこが中央大学だっけ、へー、もうめちゃくちゃびっくりした、ね、体育館が3階建ての体育館なんだよ、何ねそれで、ハンドボールコートって普通の体育館ってワンコート1つだけじゃん、うんうん、でそこにバスケットとかバレーのコートが2つ作れるとかさ、うんうん、この程度が普通の体育館だけど、うん、
3階に体育館が3階で、うん、ハンドボールコートが3面できるわけ。へえ、すごい。吹き抜けとかもあったりして、もうびっくりしたわ。すごいね。だから普通の体育館のもう3倍の大きさ。うーん、あれはね、中央大学びっくりしたね。で、キャンパスの中バスが通って走ってたりとか、うんうんうん、あと学食っていうの、うんうん、食堂もでっかくて、うん、安くてさ、うん、で八王子って本当に、まあ、東京の外れの方なんだけど、うんうん、八王子、うん、でもとても印象に残ってるね。うーん、まあ、そんなあのインターハイがね、今あの南九州で開催されてて、はい、まあ、ハンドボールは熊本県なんだけど、うんうん、なぜか知らないけど南九州インターハイだけど和歌山県も入ってたわけ。なんで和歌山って見たら、うん、あのヨットレースだけは南九州でできないみたいで、うん、気候の関係なのか場所なのかわかんないけど、うんうんうん、それが和歌山で、ヨットだけは、あの入ってたみたいだけどね。まあ、沖縄ではあの、相撲とかね、うん、サッカーとか、うん、いろいろ開催されてるみたいでね、うん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 、あの近くの方はぜひ、サッカー好きな人はね、なかなか見れないんで、うん、この高校のね、インターハイっていうのをとてもね、すごい見応えがあるしね。16歳、17歳、18歳って、うん、なんか人生の中で一番なんかパワフルと思う、うん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 、ね、体力的にさ、うん、あの高校野球見てみ、こんなすごい炎天下の中で、うん、走り込んだりとか、本当すごいと思う。とても尊敬するもん見ててマジで。もうあの炎天下の下にいるだけで、うん、もうハーハーしてさ、うん、木陰に入りたいぐらいだけど、あの中もう全力で走りまくったりとかさ、泥まみれになってね、汗拭きながらね、もうね、陰気にタムシになりながらさ、うん、陰気にタムシになりながら、はい、それあのあるよ。だってそれは高校野球とか、ね、ソフトボールとか、うん、サッカーとか、これ登竜門だよ。おお、お前もタムシになってたか、お一人前だな、一人前だなみたいな。そうなんだ。違うか、昔の話かな。今もそうじゃないかなと思うんだけど。聞いたことないな、あんまり。おそうそうそう、そうそうそうの意味が分からんけど、ね、いや、あの青春だなっていうことよ、うん、いいですね。もうだから体力的にも一番あるし、16、17、18、うんうん、もうなんていうかな、この恋心とかさ、うん、恋愛にも本当にあの男は女を求め、うん、女は男を求めてる、もう一番激しい年代じゃん、うん、でそのそう、うん、そうだね、なんかある、うん、いや、ないないない、なんかそういう話するとき、ないないないまたなんか掘り下げようとするから、なんかありそうだな、チーカ。違うよ、そういう話するときのなんかリキさん、とっても輝いてるなと思って。だってみんなその頃って輝いてんじゃん、うん、もうあの、ま、真向かいのさ、あの女の子がね、うんうん、セーラー服の後ろブラジャーのこの影が見えただけで、うん、もうドキドキしちゃってさ、たったそんだけですごい興奮して、うん、席立てない時もあったしさ。へえでもある意味純粋だね、そんなの見るだけでね。いや、もう想像力もね、すごいじゃない。あ、豊かだったわけ。まあ今の世代の若い子は違うと思うよ。そうそうそう、だってもう今そういうの普通だと思うからさ。でもスマホでもね、生でバンバン見れるじゃん、うんうんうん、あの頃はそんなにないから、もう想像膨らますだけか、想像してさ、うん、いやー、え、今日ピンクだぜとか、うん、今日黒のブラしてるぜとか、なんかブラだけで興奮するって可愛いね。可愛いよね、うん、可愛い。僕は全然ブラビタって興奮しないですよ今生身見ないとさ、まあね、うん、おお、ピンクかよとかさピンクかよ、お、乳輪の大きさこんなかとかさどういう意味そこまで見えるの。違うさ、今はもうそういう、もうね、そのぐらい生で見ないと興奮しないっていう年代っていうかね、うん、経験もしてきてるってことよ。はい、あ、まあ、なんでこんなずれるかな、ね、ちゃんと若い世代のね、すがすがしい話をしようと思ってたんだけどね、いつもそういう風になんか脱線していくよね。あ、仕方がない、仕方がない、うん、仕方がない、はい、ちょっとあの話もう変えない。あ、どうぞ。インターハイから、はい、何する。い
何する、うん、なんだろうね、もう最近のテレビの話題で言えばね、ミキさんも仲のいい大崎、大崎会長ね、吉本興業の話題ですよね。これね、うん、この話題に触れないわけにはいかないよね。そうだよ、だって力さん一流じゃないですか。そうなんですよ、うん、あのね、これどっから話せばいいかな。本当にこの問題っていうのは、うん、チークはどう感じた、今回の一連の問題は。そうです、確かに何でしたっけ、岡崎社長、岡崎でした、社長、社長、岡本、あ、岡本だ、うん、岡本社長の、うんうん、あの会見は確かにないなとは思ったんですけど、うん、まあでも事の発端、そもそも論は宮迫さんがね、うん、嘘をついたことから始まり、うん、でまあ宮迫さんもなぜ早く謝ることができなかったのかっていうことを説明したのがこういう事態になってしまったんだとは思うんですけど、うんうん、まあでも確かに事の発端は宮迫さんの嘘でここまでね、いろんなことが出てきて、こういう大きい事態になってしまったなっていうのは感じますね、うんうん、まあね、それでまあいろんな人が動いたりしてね。そうですね、松本さんが動いたりとか、うん、東野さんと松本さんがね動いたり、うん、で、まあ、それで岡本さんが会見したんだけど、岡本社長が会見したんだけど、うんうん、まあ後々ね、本当にグダグダな、5時間半のね記者会見ということで、うん、宮迫さんとか亮のことよりも、うん、なんか吉本の会社の体制とか岡本社長のこの記者会見のグダグダさに、なんか話題がね、うんうん、このなんていうかな、すり替えられちゃったっていうかさ、うんうん、そんな感じになっちゃったり、うん、変な方向になっていったからさ、うんうん、だからそもそも論から話せば、ちいかが言ったように、嘘があったっていうね、宮迫さんのね、あの嘘がっていうのがあって、うん、もらってないっていうのを後でもらったってなって、うん、で金額も変わったりとかして、うん、じゃあそれをちょっと静観してよく、ヒアリングして、うん、正しい情報を正しく聞いて、それから記者会見しようっていうこの会社のスタンスを、それをまたぶち壊して2人がね、うん、勝手に記者会見したっていうのがもう発端みたいな形になっちゃってたわけだけど、うん、まあ2人には2人のね思いがあって、うん、もう早く皆さんね謝りたくてっていうこともね、うん、まあ言ってはいたんですけどね、その気持ちもまあ全然わからないではないんですけどね、うん、まあ松本さんもね、前日に、岡本社長と会って、うん、で松本さん、東野さんが岡本社長に強引に記者会見させたっていうわけじゃないっていうのも最近分かったじゃない、うんうんうん、もう行った時にはもう記者会見のもう場所も、予約してて、うんうん、やることは決まってたということだったから、うんうん、まあぐだぐだな記者会見は本当にね、岡本社長いやもう岡本社長もね、うん、10年前から僕も知ってるし、うんうん、まあただあんな感じの人よ。いや口は確かに口は悪いだろうな、この方とは思いました、うん、だから逆に誤解されてしまう、うん、パワハラ的になってしまう、いるじゃないですか、うん、口が悪い人って、うん、そういうタイプだろうなっていうふうにはちょっとはまあ思いましたね、正直、うん、まあそれにね、また加藤さんがさ、うんうん、加藤浩二さん、うん、が、大崎社長、大崎会長と岡本社長が辞めなければ、うん、僕が辞めるみたいな発言しちゃったから、また変な感じになっちゃったり、うんうん、でも松本さんは大崎さんが辞めるんだったら僕は吉本を辞めるみたいなね、うんうん、ことになっちゃったから、うん、じゃあ松本さんと加藤さん VS かって言ったら、うん、まあ、そうでもないみたいなね、うんうんうん、形にも今なってるわけなんだけど、うんうん、僕、大崎会長がね、うん、吉本興業の社長に就任した、就任したばっかりの